天井を作るのが一番大変です。前から見たい。お待たせです。よっしゃ、できた。料理の鉄人がね、言ってましたね、まだまだですよって。こちらがね、私の今日のね、寝床になりますね。めちゃくちゃ美味しい。さあ、骨組みの方はね、張れましたね。あとはここにラップを巻いていくだけですね。はあ、入り口どうしよう。天井を作るのが一番大変です。前から見たい。行けてきたのか。滑るんだな、これが意外とな。滑るし、これ上がっていって結び目何箇所かにつけなあかん。こういうふうにさ、何箇所かに滑り止めつけて。
完成です。疲れた。この辺ズバッと切っちゃおうか。真ん中にしましょう。真ん中切っちゃいます。よっしゃ、これでいいやん。よっしゃ、おお、変な感じ。ああ、いい感じ。あら、開いても大丈夫。やっと一段落できましたね。今ちょっと家で詰めてきたご飯で、ね、食べてます。腹減った、やば。うまらしいですよ。あ、本当に。はい。そうですよ。はい。合わせて。三組やる。あ、いいな。申し訳ないです。あ、震えとるよ。カットいてないんで全然ボサボサで。ルルって言うんですよ。ありがとうございますね。こちらがね、私の今日のね、寝床になりますね。いい感じです。星もめっちゃ綺麗に見えそう。ちょっと重なってるところもありますがね、それはご愛嬌です。はあ、もうお腹も空いたんでね、寝ずに、本当はこのまま寝たいところですが、寝ずにご飯のを作っていきたいと思いますね。はあ、腹減った。今日の寝床はね、こちらになりますね。グランドシート引いて、銀マット引いて、そしてこれレジャーシートですね。レジャーシート敷いて、スームルームのね、ピンマット敷いてます。寝袋の方はね、前と同じでこれ寝袋の外にカバーつけてますね。防水のカバーですね。防水のカバーがあるだけでね、ちょっとはみ出てもね、濡れませんからね、便利ですよ。あ、夜は冷えそうですね。今日の料理は
麻婆豆腐になりますよ。麻婆豆腐めちゃくちゃうまいですからね。ちなみにこのクックドゥのね麻婆豆腐使ってねちょっとアレンジして作っていきたいと思いますね。腹減ったよ、早く食べたいよ。中華って美味しいですよね。中華なら大体もうご飯が進むっていう感じがしますね。私大好きです。しかもねこの麻婆豆腐は特に安く作れるんですよね。これ材料費めちゃくちゃ安いのよ。これそれがいいところですよね。または寒い冬にちょうどいいかもしれませんよ。これ作るのが早いからできるのがね、もうほとんど切るものもほとんどないし炒めるだけ、そういう面でもいいですよね。だんだんとね体が冷えるようになってきましたね。よいしょ、あーニンニクのいい香り。いつも言ってるけど火がかけると一気に冷えてきますからね。皆さん気をつけてくださいよ。よし火つけていこうかな。あせえこいつ削ってから。すごいっすよねこれ。あついたついた。これの便利さよ本当。松のいい香りがしてますね。どうやろう。よっしゃ、これはついたわ。あー、いい感じや。よし、まずはね餃子の方を焼いてみますね。よっしゃ、オッケー。さあ焼いていきましょう。あー餃子も美味しいっすよね。めちゃ腹減ってます。もう餃子飛び越えてね、私は麻婆豆腐が食べたいです。よっしゃ、そんじゃね、だいたい焼けたんで水の方入れちゃいますね。おぉ、あー、美味しそうな音してるわ、これ。あー焚き火はめちゃくちゃ火力強いですからね。火加減が難しいですね、やっぱりコンロに慣れてると。よっしゃ、うわ、できた。もう早く揚げなきゃ焦げ焦げになっちゃうというか、こんなもん下ろしたらいいよ。下ろしちゃいましょう。よいしょ、おー、めちゃくちゃうまそうですよ。あー、ひっくり返っちゃってる。もうひっくり返っちゃってるわ。あかんかん、こいつです、こいつです。よっしゃ、ビールと餃子最高じゃないですか、これ。最高じゃないですかこれ。よっしゃ、さあいただいちゃいますよ。金麦、冬の味できましたってやつですね。どんな感じなんやろ。今日はねもうね
食べながら作っていきたいと思いますね。これね、餃子もねすぐ冷えちゃいますからね。いただきます。お疲れ様ですね皆さん。お疲れ様です。いただきます。飲みやすい、うんめ。あ、これうまいわ。そして餃子、この餃子うまそうや。うん、うん、うまっ、めっちゃうまい。やばいわこれ、めちゃくちゃうまいっすよ。サクサク、うん、3個固まってるわ。あ、2個か。うまっ、うん、うまっ。さあこちら進めながら行っちゃおうか。どこ次、次は麻婆豆腐だ。よっしゃ、こちらね、ストーブでお湯を沸かしておきましたね。豆腐の方お湯に通していきますね。これお湯にね、熱湯でね踊らせることによって、あちゃ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 、指まで。よし、またねこれ、あ、蓋したらあかんな。これストーブの方で温めていきたいと思います。よし、それではねミンチの方炒めてきますね。ミンチの量がいい感じやわ。ミンチは多くで多いほどいいわ。これをねよく炒めるのが味噌らしいですよ。うん、炒めすぎていいらしいです。このね音がねパチパチ出すらしいですよ。そこまで炒めましょう。私はその間に餃子また食べちゃいます。あ、うん、うん、うまい。聞いてください、ほらパチパチ言い出しましたね。これパチパチ言い出したらもうねここで味付けしてくださいってことらしいですよ。ちょっとね焦げちゃったら困るんで、こっちに置いて味付けしていきますね。本当はねここでね甜麺醤と豆板醤とか入れると妥当なんですけど、私は豆板醤じゃなくてコチュジャンの方を使いますね。コチュジャン大好きなんですよ。コチュジャンの辛さが好きです。これ少々少々入れてちょっとね辛さを上げちゃいます。だからねあのクックドゥの方は甘口の方を買ってますね。これで炒めていきたいと思います。おお、うまそうになってきましたよ。うまそうだぞこれ、見てこれ。ああ、コチュジャンと甜麺醤のねいい香りがしてきますね。これがやっぱ中華でしょう。よし、このね肉はできたんで、肉はできたんで、ちょっとね開けちゃいますね。開けてと、よっしゃ、このクックドゥのねタレを入れてちゃいますね。クックドゥのタレをねちょっと炒めた方がいいらしいです。ここにねごま油の方引いてきますよ。
ごま油たっぷり入れて、ニンニク入れちゃいますよ。ニンニク、ニンニク油、ドーン。ほら、このニンニク油がね、またこれ美味しいのよ、これ。ククドドーン。あちゃ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 。急げ急げ。2袋いっちゃいますよ。よし、よっしゃ、ここにね肉の方戻していきますよ。肉味噌、そして仕上げに豆腐ですね。豆腐を入れて、豆腐の方入れていきます。よっしゃ、そしてネギの方ドーンですね。ネギの方ドーン。よっしゃ、この腹の方でね混ぜてきますね。潰れないように混ぜてください。ていうか多すぎた、加減を知らない私でした。すいません、すいません。全然混ざってねえじゃんこれ。よし、これで完成です。よっしゃ、ちょっと待って、完成って言ってもね、この花椒ですわ。この花椒をねいっぱい入れてあげてください。しびれさせますよ、これから。これがねしびれです。ここにねクックドゥにはないしびれを足していきますね。花椒のしびれです。これがうまいのよ、これが、これが大人のうまさ。しびれちゃいましょう。よっしゃ、火から下ろしていこう、火から下ろしていこう。もう火から下ろさなきゃ。よっしゃよいしょ、よしよし。そんでこいつ温めときましょう。よいしょ、よーしょ、うまそうだぞ、うまそうだぞ。よいしょ、ちょっと控えて。よっしゃ、オッケーオッケー、これのもんでね。よし、これね温かく食べたいんで石焼きにしていきますね。石焼きドーン。うまそう。よし、まずこれつで食べちゃおう。よっしゃ、これで熱々で食べれますからね。お待たせです。うまそう、これやばい、やばいよ、これは熱々や。熱々がね食べれるのは嬉しい。真冬でもねこの石焼きビビンバのレモンを使うとね、あちあちで食べれますよ。よし、行こう。暑そう。あ、もう、あ、あ、あ、お、なんか、うん。うわ。あ、そんなに辛くないかな。あ、しびれきた、しびれが、しびれる。マーラーのこのしびれですね。辛みも後からやってきますね。うまい。あ、めちゃくちゃうまいわ。ちょっと待てよ、こうお米持ちながら食べよう。あ、ああ、うまい。あか、あ、厚さがね、辛さを増しますね。ああ、うまい。熱。豆腐やばい。めちゃくちゃ熱いですか。豆腐が割れた途端やばいっすよ。ちょっと火傷したかもしれない。もう舌が麻痺してる、しびれて。
あ、うまっ、うまいけどこれ。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ、なんじゃこれ。こんなに安くね、美味しくできるの、麻婆豆腐ですよね。これが神谷は。これは米にのせて正解。米屋は米絶対です。うまっ。米が合わさることによってなおさらうまい。ああ、ちょっと辛い。ああ、うまい。ああ、よし。ああ。辛さがね、ちょっとね、私ぐらいのレベルになるとね、物足りませんね、ちょっと。このやっぱ物足りなさがあるときは、前回登場した、前回っていうかね、だいぶ前に登場した、デスソースいっちゃいますね、これ。デスソース。一滴で、揚げちょうどいいぐらいになりますからね。一滴でちょうどいいです。あれ出てこへん。あれでこっちゃ、あれ、あれ、あれ、出てこい、出てこい、大丈夫、大丈夫です。これぐらいちょろいもんでしょう。私ね、食べ動画も出してましたからね。山岡屋さんのウルトラ食べたことある人間ですから、あれはやばかった。鳥肌立ってました。さあ、デスソース入り、一気に食べちゃいますね。こんな笑顔で食べれちゃいます、最後までね。いただきます。お、うん、うまっ、うまっ。目玉が飛び、口の中のね、涙腺崩壊、もうよだれがすごい。おいしい。ビール足らん、全然足らんわ。ああ、おいしいですね。涙が出てきていますけど、嬉し泣きですね、これ。めちゃくちゃ美味しい。ワンタンたちはね、文明の歴で暖かく入れましたね。羨ましい。よし、それじゃご飯あげましょう。羨ましい。熱い、熱い、待って、待って、待って。よし、よし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 。今日待てた、珍しい。
あっという間。あずきちゃん完食ですね。もうほぼほぼカス残ってるだけ。ちょっとうわ、あずきちゃんたちの水入れが、あずきちゃんたちの水入れが凍っちゃってますね。ちょっとお湯入れてきてやろう。ちょっとぬるいぐらいがちょうどいいですかね。ああもう。外の、ね、温度と、ね、この幕内の温度ですね同じなんです。同じ全然防寒になってない。スースー。まあこんなもんですよね。でもね、外から見たらめちゃくちゃ綺麗でしたね。びっくり。これ未来型の家やな、これ。まだ暑いわ。マグマちゃんのおかげで足元あったかでしたよ。前回はね、中 T2 枚でねちょっと寒い思いしたんで、なんとか耐えれるくらいだったんで、今回はこいつ着て寝たいと思いますね。ライトだ。これでだいぶ違うはず。靴下も脱いちゃいますね。暑いの。1時、
めっちゃ寝た。でもまだ1時やな。よく寝ましたね。めちゃくちゃ寝れてます。案外ね、今日はちゃんと着ているので、服の暖かいですよ。びっくり、前とえらい違いですね。前は長 T2 枚、あれは寒かった。そして気温の方はね、マイナス3度まで下がってますね。びっくりやわ。かなり冷え込んできてるような感じですが、私的にはね、この中にいるとかなり暖かいですよ。やっぱ寝袋さまさまやな。すごいわこれ、お腹ぐるんぐるんしてる。なんかラップテントにね、雪がどんどん積もってきてますね。